カレー買いに来たんだけど、1000円、日本のカレーと同じぐらい高くなってしまった。31リアルって1000円近くする。日本から輸入したやつと同じぐらいの値段なの。信じられません。でもちょっと今日はカレーの気分なんで買いますね。まあこうやって焼きそば飲もうと。これもお寺の焼きそば会ではよく使います。あれ何これ、焼きそば味ラーメンが出てる。まあブラジル焼きそばはまたあれだからあれだけど、こっちは麺だけですね。焼きそば味ちょっとこれも買っとくわ。今度レビュー済ますわ、済ますわ、しますわ。まあこういうのが高いね、全部こういうの。ちょっとカーロね、あっそう、秋のロージャコンフィアンサカーロアシキ。でも海苔はそんなもんか。まあまあ日本食コーナーがあるんですけど、やっぱりここだから高いんかもしれんっていう。一番出汁っていうのがあるな。これどえらい高いけどよくわかりません。まあ梅干しとかもあるんです。まあ醤油もねこうやっていっぱいあります。はい、まあまあまあこんな感じで今日はカレーを作る。今日はねカツカレーにしようと思って、鶏のカツカレーに。そしたら人参あった。人参ちょっとパビアしか映ってない。ちょっと待って、ピケのピケのコーチ。はい、玉ねぎですね、人参、玉ねぎ、いい。そうね、シンプルでいい。あつカツカレーだからバターたてん、バターたてんね。あのじゃがいもあるんですわ。しかもちょっと美味しいやつ、ちょっといいやつ。トマチてんてんね、トマチも入れよう。ほんで何やったっけ、あーマッシュームとか入れたら美味しくなるけど、いくらかな、マッシュルーム。ちょっと待って。びっくりした、誰かに見られてる感じがしたら。この人ちょっとキノコ入れようかな。キノコ、レバンポキンです。セキフィカもやし買います。どれや、ちょっとキノコは今回なんか迷ったんで入れないことにしました。ケッまあスワーズね、スワーズ、カモン、バーモス、カルネ、いい、カルネいい、カルネいい。はい、というわけでカレー作るよ。胸肉、じゃがいも、あ、じゃあ美味しいのでしょ。色が違うでしょ、変わる。玉ねぎ、人参、パン粉、そしてこの豆、最後にちょっとパビアがサラダ作ってという感じです。切りました。こっち湯がいて、こっち油ひいて炒めていきます。サラちゃん、サラちゃんが待ってます。炒めてます。ちょっともう茹で上がったんで、早めに取り入れて、今半身にしてます。これを揚げます、パン粉で。でね、あの、香りが良くなるんで、こういう草を。レモングラス。こんなんやろね、テンペロシミシェリー。シミシュイ。え？シミシュイ。シミシュイ。なんかやっぱりいい香りするの。香草ですよね。で最後にこのカレー粉もあるんで、これも入れたらもっと香りがつきます。これもね、日本のに負けんぐらい美味しいんです。だからこれに、安いからこれにしてたんだけど今日高かった。31リアルでした。パン粉もね、ブラジルパン粉はなくて日本コーナーにあって、これも13ヘアリスもしてしまいましたけど、まあ今日は買いました。ということで続きます。
こっちをこっちに投入していきます。シナモン投入します。でしばらく炒めます。炒めじゃない、煮込みます。ということで小麦粉と卵、この唐揚げ、唐揚げ鶏の唐揚げするんだけど、唐揚げじゃないの、なんちゅうかな、カツカレーにするんですけど、これを混ぜてちょっと香草焼きみたいな風味にします。で塩で下味、塩コショウして、これつけて、卵をつけて、こうつけて揚げるという作業です。揚げてます。たっぷりじゃなくて薄く、油がもったいないんです。なんかこういう手法もあるって聞いたことがあるんです。こちら待機してるやつ、はい、それでは鍋をもう一回火つけてカレー粉を混ぜていきます。こんな感じのカレー粉ですね。これね、これ手でこう割って、で、火に入れておきます。最後にこのカレー粉、これも売ってるのよね、ブラジャン。これを入れるとまた本格的な香りがつくんで、これ入れて終了です。もう一煮出しさせる、ちょっと水が多かったかもしれない。もっと蒸発するかと思ったらあんまり蒸発しないんだよね。はい、ちょっときつく揚げて、多分火はちょっと通って安全だと思います。ブラジルの鶏肉はね、すごい有名になってますよ。日本で比内鶏、比内鶏やっちってブラジルの鶏肉出しておきましたね。それぐらい美味しいってことです、はい、安くて美味しい。さあ、ちょっと水加減がちょっと多すぎたりします。このシャバシャバ感が物語っています。まあ、なんとかもうちょっと煮込んで、それを水を飛ばしたいと思います。お好み焼きの時に作った特製ソースを作ってます。なんと今ショックなことが分かって、ご飯炊いてなかったっていう。最後カレーにはこのテンペラード、ピメンタ、ね、ピメンタをいろいろなものと混ぜてちょっと辛みをつけました。いやいや、ということで急遽パンをパンと一緒に食べるということになりました。もうご飯我慢できない。じゃーん、ということでできました。ご飯なしカレー、スープカレーと思ってパンと一緒に、マンゴージュース、これね、湯葉農場でね、アグネス先生のお母さんくれたの。むちゃくちゃ美味しい。ということでちょっと試食、実食。まずはこのカツカレーの命、チキンカレーだけど、うんうん、美味しい、美味しい、いただきます。美味しいよ。ソースもなかなかいい感じで、今度カレーとこう混ぜて、うん、マラビリオーソシェフィッシュ YouTube で鶏の唐揚げかカツカレー食べてるの見て、急に食べたくなった。おいしいよ、スープカレー。うん、水がちょっと多かったと思ったけど、味はちゃんと整ってました。成功です。いやいや満足。これで力つけて明日サンパウロで、今晩サンパウロに旅立ちます。いただきます。チャチャオ。おかわり。このねサラダをまた一緒にちょっと混ぜて食べるとさらに美味しいですね。サクサクっとして、やっぱり揚げたてっていうのは美味しいですね。ソースが、ソースの部分とカレーが混じったらまた美味しい。カリカリ、中はやっぱりもちもちっとして美味しいですね。最高です。ごちそうさまでした。